ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭知事からご発言ございます。はい、まず私の方から、熱中対策について、お盆も明けましたけども大阪京都では、14日連続で35度を超える猛暑日を記録するなど、厳しい暑さが続いております。先週だけでも大阪では582名の、方が救急搬送されており、この夏に熱中症で、救急搬送された人は全国で47,418人、前年同期の 1.35 倍に、上っております。今後もしばらくは厳しい残暑が続く見通しなので、特に高齢者や体調の優れない方はこまめな水分補給、適度のエアコン使用を心がけるなど、熱中症に十分お気をつけていただきたいと思っております。続いて、竹野内海道の、横王子秋フェスについてですけれども、今年は日本最古の国道であります竹野内海道横王子が整備され1400年という節目の年です。そこで沿道の10市町村大阪府奈良県、そして企業、住民大学の皆さんが協力をして1400年活性化プロジェクトに取り組んでいるところです。9月の14日から11月の17日までは集中取り組み期間といたしまして、竹野内海道横王子秋フェスを開催をします。期間中に沿道で開催される80ものイベントが1400年にちなんで連携をし、名所を巡るウォーキングなどさまざまなイベントも順次実施します。皮切りは9月14日15日に、石舞台古墳や、飛鳥寺を約2万本の、ろうそくで照らす、飛鳥光の回廊、この機会に多くの方にぜひ訪れていただきたいと。4月の20日に、大師匠で行われました、大師匠東映には私も参加をし、灯籠の火を葛城市に引き継ぎました、この日が沿道各地の光のイベント、そして最終日の竹野内街道横王子1400年祭の大道東映東海大道東部会へと引き継がれていきます。これらの取り組みは府や市町村のホームページで情報提供するほか、8月20日に発売をされた関西ウォーカー別冊でも特集をされています。竹野内街道横王子1400年祭は全て、の取り組みのフィナーレではなくて今後100年に向けての新たなキックオフと、街道の道しるべとなる、緑の一里塚の設置も進めておりまして、沿道の各市町村やさまざまな団体が連携、共同をし、今後も継続的に取り組むことによって地域に愛着と誇りが醸成され地域の活性化につながることを期待をいたしております。私の方からは以上です。それではご質問の方をお受けしてまいりたいと思います。まず幹事社の関西テレビの梅垣さんお願いします。関西テレビの梅垣です。はい、よろしくお願いします。先ほど最初、知事の方からも熱中症対策のご発言がございましたが、大阪府内でもここ最近東大阪市であったり北区内、特に住宅内でエアコンを使わずに、高齢者の方が亡くなっているという事例が相次いでいます。先ほどもおっしゃられたように高齢者の方に対する注意啓発というものを府として、どのようにされていくかということをまずお伺いできますでしょうか。向こうの会見もそうですしね、とにかく、無理な節電はね、やめていただきたいと。やっぱり自分の体との状態、そういうものをよくこう考えた上でね、節電、に取り組んでいただきたいと。で特に、ご高齢の方っていうのは、なかなか、大丈夫や思ってても急に、その熱中症でこう倒れたり、そういうことがあるんで、ぜひもう無理な節電ではなく、まず自分の体、その辺をね、こう自分の健康を留意しながら、そういう節電へのご協力はその後ということで、皆さんに、
ような、そういう形でのご協力をお願いしていきたいなと思います。まあ、これはホームページ等々でもやっぱりやってるんでしょうね。そういうホームページ等々でもそういうふうに、お願いしていきます。続いてちょっとお話変わりますが、明日、防災危機管理対策推進本部会議が、あると思うんですけれども、今回その南海トラフ巨大地震の独自想定を、先日出されたと思うんですけれども、本来その、想定の中ではその浸水しないと想定されていた梅田に最大2メートルであったりとか、また海から離れた大阪市の東部であっても、地震直後から堰が壊れて浸水する可能性があるというような、かなり厳しい現実というものが明らかになったと思うんですけれども、今回のその、まあ、明日以降の、まあ、会議もあると思うんですけども、その防災計画の見直しっていう部分で知事としては何を一番まず重要視するというか、まず、最優先に見直さなくちゃいけないっていうのが思われますでしょうか。まあ、これはまず浸水対策ですよね。地下街含めてね、その時にどこへ逃げてもらうかというのを、まあ、府民の皆さんに分かりやすくどう伝えていくかというのが一番重要なポイントだと思っています。ただ、まあ、これ、防災会議で、しっかり、議論をして危機管理室が中心になって、まとめてくれるものだと思っています。あとはやっぱりハード整備、これはもう、その何ていうかこう想定外でしたという言い訳はもうできませんから、それは時間は多少かかりますよ。ハード整備ですからかかるけれども、可及的速やかにこのハード整備の計画を作りたいということで、これはもう部局関係部局すべてにもう指示をしているところです。例えばその訓練、府民対象の訓練というのもあると思うんですけれども、そういった中でもこういった、浸水に関わることであったりとか、そういった部分の訓練というのを行うという考えもあるんでしょうか。そうですね、まあ、880万人訓練、これ、まあ、今まで僕も去年訓練参加しましたけど、まあ、机の下にね、まあ、潜ると第一的に、それはもうそういうこう、建物の中の場合はそうでしょうけども、やっぱりこう外におるとき、でまさに地下街に行けるとき、そういうときはどこへ逃げるのかということもこれ訓練の中に入れていくべきなんだろうなと思います。最後もう1点、今回の、京都府福知山市の、花火大会での、爆発事故の関係で、今回の事故ではその大阪をはじめですね、京都、兵庫などの DMAT が、まあ、派遣されて、災害の対応に当たったと思われるんですけれども、今回その大阪の DMAT に関して、知事としての、まあ、以前の活動に対する評価であったりとか、まあ、また今回やってみてですね、今後の課題なみたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。今回、京都府の、まあ、要請を受けまして、済生会千里病院から DMAT1 チーム、これが、出動してくれております。それから大阪医科大学の附属病院からも1名医師が、出動してくれております。まあ、本当にお亡くなりになった方もあり、で未だやっぱり病院にいらっしゃる方もあってですね、もう本当にこういう残念な事故ですけども、大阪の DMAT のチームとしては、できる限りの対応は、させていただいているし、これからも、周辺で、そういう災害事故があれば、各 DMAT のチーム、これは機動的に動いてくれると、こういうふうに僕は期待思っておりますし、期待もしています。で、ね、まあ今後この DMAT を含めてですね、そういう災害のそういう医療チームについては、今国からのいろんな、こう基金等もありますんで、こういう基金を利用しながら、さらに力をつけてもらえるように、充実させていくようにしたいと、こういうふうに思っています。はい、ありがとうございました。感謝会長です。はい、他はご質問ございますでしょうか。
です。歩行者の関係もお伺いしたいんですが、先日の法提供で知事市長案がなかったのですが、この案を組み立てるにあたって、作り上げるにあたって、知事としては、歩行者は広域路線の次元化、集権をするというところと、基礎自治体の充実、分権、この2つの要素があると思うんですが、どちらの方に知事としては重きを置いてですね、作り上げるのかと。いや、これはもうどちらということはありませんよ。両方が僕は一番、両方の機能を充実させるというのが一番重要だとこう思っております。ただ今は僕は広域自治体の長でありますから、一元化できることによって大阪の成長戦略とか、グランドデザイン大阪とか、こういうものがもっとこうバージョンアップしていけるんじゃないかな、こういうふうには思っています。知事や市長はその大阪の成長戦略というのをかなり力を入れて来られていると思うんですが、そういった観点からすると、その広域行政その集権をして、成長させていくというところに、できるだけこう発揮できるような体制を持っていきたいという思いも強いでしょうか。それは大阪はもう紛れもない大都市ですから、やっぱりずっと言ってるように東京一極集中で日本を引っ張っていくエンジンが東京一つということになって、いうことになればね、これはやっぱりなかなかもう日本も昔のように、こう高度経済成長時代のようにね、働く、そういう、こう年齢層が多くてですね、高齢者が少ない、そういうこう人口構造の時代から超高齢化社会に入ってきてるわけですから、そんな中でやはり、日本が成長していくためにはやっぱり東京だけで、この日本の経済を引っ張っていくのは非常に難しい、その、一極をやっぱり大阪が担うと、この2つのエンジンの役割を担おうとするならば、やはり広域、の一元化をして成長する、やっぱりこう、民間経済を成長させる行政の仕組みというのが一番重要になってくる、僕はそう思いますけどね。まずその、僕その関連になってくるんですが、その社会についてなんですが、先般の記者会見の中で、知事として全国ニュータウンについては現段階で社会市長と知事の意見というのが、合ってない部分もあってなかなか進まないということを社会の方に思うんですが、もう一つ具体的に言いますと、どういう点があるんですか。全国ニュータウンとかね、僕と橋本、市長は絶えずね、梅北でもしょっちゅうやり取りしながら、梅北どうしよう、規制緩和どうしよう、減税どうしよう、税の仕組みをどうしよう、で梅北の2基、公園整備するために、具体的に例えばお金はどう出し合おうとか、そのためには国の無利子融資、こういうものも必要だよね、じゃあ一緒に、官邸行こうかなと言って、そういうことをずっとやっていく、一回もありません。全国ニュータウンの話を竹山市長としたこと、だからそこが一番問題なんですよ。市長と僕とで2人で全国ニュータウンがこんな状況だから、例えば泉ヶ丘の駅の正面どうしようと、 UR も権利者として入ってきてますよね、それどうしよう、一度もない、だからそういう話題を、そういう課題をやるために僕たちは、統合本部でぜひ参加してくださいと、そういうこうお願いもしてきたわけです。でもご参加されない、全くそういう興味を持っていただけてなかった、だからそこが一番僕問題だと思いますね、とにかくそういうことに対して一度も嫌われてるんですかね、そういう議論をする場所がなかった、こういうと誘ってないやないかと言われるかもしれませんけど、統合本部で誘いましたから、統合本部に誘った時の、各メディアの皆さんも、その時の映像あると思いますけどね、そんな中で、成長するためのインフラとか、そういうものについても議論していきましょうね、
そういう話はそこでしてましたけどね、うん、ただまあ、最初はね、ちょっと考えさせてくれということやったんかな。で、まあ何日かして、もう、事務方の方にお断りの話があったと思うんですよね。だから結局はそこなんですよ。そういうところでもう大阪っていうこの大都市をね、成長させていこう、行政をこう本当に動かしていこうと思うとね、まあ、僕と橋本市長は、まあ、もう、まあ、昨日から彼も盆明けで仕事をスタートさせて、僕もそうですけどね、昨日今日だけでも、5、6回電話のやり取りしてるんで、やっぱりそういう関係にやっぱりなっていくというのが一番重要で、で、今は橋本市長と僕は、まあ、お互いしっかり信頼関係もありですね、目指す方向性も一致してるんで、まあ、広域行政についてはそごはないですけども、ただ、これも成長戦略とか、そういう、こう民間経済を後押しするための行政の施策なんていうのは、これも本当に、スピード感が一番大事なんで、そういう時はやっぱり制度としてね、広域は一元化になれるような、そういう制度が必要だということで、僕らは新たな今の大都市制度というのが都構想ということで、まあ、話をしているわけですから、進めているとこういうことです。まあ、もちろん行政の両トップがですね、その同じ方向を向いて、しかも、まあ、個人的な人間関係もあったのが望ましいと思うんですけど、まあ、そうじゃないケースもある中で、トップ同士ではなくても、こう役所の行政レベルで、役所組織としてこう付き合っていくということもあると思うんですが、専門家に関しては、その組織同士の話し合いもできていないという状況なんでしょうか。まあ、表面的な組織同士の話はね、なんとかせなあかんよねいうところができてますよ。全国ニュータウンもこれもオールドタウン化してきてるところあるんですから、だからこれなんとかしていきたいねというところはしてますけど、それぞれの、権利関係は、それぞれそういうこう権限を持っているところがあるわけですからね。それは最後どう、お互いの主張を、まあ譲るところもいっぱい出てきますから、それは最後はやはりトップが判断しなければならないというのが、まあ、行政の仕組みだと思いますね。行政と、政治の役割分担だとこういうふうに思っています。町知事としてはこの戦国ニューターンの問題については、町知事としてはどういう形でもっとそのオールタウン化しつつあるところをですね、変えていきたいとお考えなんでしょうか。これはね、具体的にいろいろ今やってるんですけど、これは言うとめんかな、整備と一緒に、いや、住宅町づくりで UR と一緒にやってるような話は、それは協議会作って、はい、それから医療関係とかも、それちょっとまだね、だからそれは今もう具体的に本当に作ってきてます。協議会作ってる中もあるん で、あとちょっと今ポロッと聞こえたようないうのもいろいろと今可能性を検討しているというところがあります。まあ、今検討中と言われるのは具体的に言えないと思うんですけど、そういう哲学っていうのはいつ頃からこう知事としてはこう、まあ、出していきたいと思います。これはね、いつ頃って言われてもね、まず、こう国の了解を取ることとお金の段取り、それと今それぞれ権利者は民間にもありますから、そういう皆さん方とはやっぱり水面下で話をして、まず内々の了解取らないと、いきなり表に出すとこれ反発が出てきますんでね、それぞれの権利者があるところに、こうだっていうのをなんか決めつけたようなことを言い方すると反発されて逆に町づくりできませんから、まあ、そういうさまざまな権利者のまあ、内諾、こういうものが取れた時点でしょうね。あと、まあ、この社会人も含めて、こういう行政が一元化されてきたときには、その戦国ニューターンに
についてはこうかなり優先度の高い課題として、まあ、ダイエットとかも投入していくようなイメージがあるんでしょうか。まあ千里の方はね、いろんな形で目処がついてきたんでね、やはり千木、ここも、もう優先度はやっぱり非常に高い地域でしょうね、うん、だからまあ今のそのインフラの部分でいうと、千木高速鉄道、これもやっとねなんとか、周辺住民、利用者の皆さんの、まあ、あの希望を、まあ、少しは叶えられるような形になるために OTK の民営化というのも具体的に姿が今年には見えてきますんでね、まあ、そういうのも含めて、まあ、優先順位は高い地域だというのは間違いありません。あとその辺もう一点なんですが、その社会とか、まあ、こういう教師に一元化されていく中で、まあ、交通網の整備などもこの教育の重要な役割になってくるというふうにして、まあ、認識を示されていますが、社会の課題があって LRT についてはこうどういう形の進展が見られるかと考えますか。これ社会の LRT はそもそも前、市長時代にはねやるという話で、まあ、国の支援も受けて出てたんですけど、これはやっぱり、基礎自治体でね、あれ LRT 境の中の、要は移動手段ですからね、だから境の中でも決めていける話だと思ってます。都市としての、そういうこう物流また人の移動のための鉄道インフラということになると、やっぱりまあ地下鉄とかね、の延伸とか、そちらの計画をしていかなかの違うかなというふうには思っています。まあ大阪全体でいうと、今の関空までのね、ラインどうするんだとか、そういうまあそういう議論になりますけど、 LRT については堺市の中での移動手段なんで、今でも、まあ堺でいろいろと決定できる、まあ、交通手段だとこういうふうには思ってますけどね。となりますと LRT に関してはその広域要請が一、まあ、大阪と高層の境が入っている、特に財源とかでより集中的に投入されている、そういったことは想定されていない、はい、いや LRT はもともとやれるという話でしたから、それは政令市の境でもできるということになるんです。いやそれはもうそもそもがやれるということで進んできた計画があるわけですからね、それを、やめるという判断をされたのが今の市長ですから。ありがとうございます。はい、NHK さん、はい、経営でですね、いろいろなご認定とか、まあこれ大阪の今のね、犯罪発生、状況とかもこれワーストワンダーなんだ言われてますけどね、毎年、刑法犯全体の数は減ってきてるんです。これは間違いない、これはまあ府警の努力、それから府民の皆さんも協力してる、それからまあいろんな行政もいろいろカメラとかね、そういう資材も充実させてきた、いうこうそれぞれがそれぞれの役割をねもう必死でやってきたから良くなってきてるんです。だから多くの警察官は必死で頑張ってきてくれてると。まあ今大阪の場合は財政再建の、まあ、道半ばで府警の皆さんにも協力いただいてるんでね、だからほとんどの警察官は頑張ってるけども、一部にそういう人がいるとね、やはり警察全体の信頼を失うことになると、落としてしまうことになると、いうことです。だから以前にも府警の本部長と、当時の本部長とも、まあ、話をしましたけどね、とにかく、警察官としてのそのこう何て言うかな、
けというか、そういう、こう意識をもう高くこうみんな一人一人が持っていただくように、まあ上層部の皆さんが、指導していっていただくということに尽きるんじゃないかなと思います。だから一番、まあ、悔しい思いをしているのは頑張ってる警察官の皆さんなんでしょう、うん、だからそこはでもやはりその一部の人がそういう形になればね、全体の信頼、全体の皆さんの信頼というものがこれは貶めるわけです。でこれはやっぱり、幹部の皆さんが徹底したそういう意識の改革というものをやっぱりしてもらわなければ困るということです。まあ、指導研修はもちろんやられてると思いますけどね。もう一つはい、また別の話なんですけど、裸足の言の図書制限じゃなくて、あれについてはどう考えますか？僕はね、個人的にはその昔漫画読んだことあるんでね、子供の時に、そこまで制限する必要あるんかなと僕はそう思いますけどね。ただまあこうなんていうかな、その絵が図柄がちょっとリアリティありすぎてどうやという話になるんだろうね。そこはなんていうかな、いろいろ映画でもあるようななんとかしてみたいなね、確かに絵図柄がリアリティありすぎるところはあるんでしょうけど、僕は子供の時はそうあんまり思わなかったですけどね、だからそういうことであるんなら、まあ、そういう指定書物になるのかなと思うけど、あまりこうなんていうかな、こう神経質になる必要ないんじゃないかなと思いますけどね。ご質問ございます。あ、どうぞ。毎日です。すいません、毎日新聞の熊谷です。先ほど酒井の話だったと思うんですが、古墳の話なんですが、もうすぐ古市古墳の話なんですが、今週の金曜日にまた文化庁の方で世界遺産登録に向けた検討会のようなものがあるんですけれども、今大阪府と堺市の方でもちろん有志活動をしていて、まず聞きたいのは二重行政に当たるという認識ですか、それとも協力してやってるという認識ですか？これはもう二重行政ということには全然当てはまりません。まず古市古墳群を世界遺産に登録してもらいたいというのは大阪府民全体の願いだと思いますから、その大阪府民全体の大阪の中でね、そこで行政に、携わる人たち、政治に携わる人たちは、みんなで世界遺産登録を目指していくべきものやと思います。だからこれはもう今は、大阪府と堺市と、藤井寺と羽曳野寺だったかな、はい、だからそれはそこの地域にある話なんですね。でも大阪府域の行政のトップも政治家もみんなこれ応援してる、まあ、代表でその4人が出てるという感覚で僕はいてますけどね。まあなかなかでも日本中あちこち手挙げてるところがあるんでね、なかなかでもまあスッとは行ってないというのが、まあ、実情ですけど、まあ、でもみんなで総力を挙げて、この世界遺産登録、これはもう目指していきたいと思います。大阪都構想に、堺市が入った場合ですけども、その場合は広域が担うのでしょうか、そういうことを
会社のゴールに向けた活動というのは、だからこのまま今言うてるやんか、藤井寺と羽曳野も入ってるって。藤井寺と羽曳野というのは完全な基礎自治体でしょ。でもそこが自分とこの、まあ、範囲だから、こう自分とこの所在地は自分とこの市にあるわけやから、みんな一緒になってやってきてるわけでね、だからそれはもう都構想になったから、もし今都になってたとしても藤井寺も羽曳野も堺も入りますよ、みんなそれも、だから今も言うように大阪府域43市町村、その代表として、僕らが今世界遺産登録に向けて活動してるだけです、それも、まあ、大阪府民のみんなの願いなわけですから、それはもう行政の形がどうやこうやとはちょっと関係のない話と思いますけどね。すいません、もう一回大阪都構想の効果感の話ですけども、有識者会議で検討するという話もありますけど、それとは別に市党本部でも議論するテーマあるでしょうか。いや、府市党本部ではこの間、効果学は知事市長案としては効果学を出しましたから、ただやっぱり行政として効果学を出すというのは今はもう計算でできるものしかこうやっぱり出せません、計算上成り立つものしかね。でもこれ統合した時のプラス経済効果なんていうのはね、これはやっぱりなかなか学者の皆さんとか、そういう人たちの意見も聞きたいんで、そういう皆さんのこうそういう皆さんの、知恵を発揮してもらいたい、こういうふうに思ってるだけで、だから行政として、ね、出せる、まあ、数字に裏付けされてるものはこの間出した通りです。わかりました。他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で定例会見を終了させていただきます。